ちょっといいですか。うん。ちょっと来週続けられないかもしれないです。え？ちょっとガチで負担になってて。まあそうか。医学部やもんな。はい。バイトもあるし、部活もあるし、しんどいか。そうですね。あんまり勢い乗ってるところでこう、その勢いを切っちゃうみたいな感じになっちゃうのが、あれなんでずっと言い出しにくかったんですけど、まあ確かにいつかは来るかもなって思ってたけど。と来週やめたいです。でもさ、今字幕とかやってるやんか。はい。それだけ減らすとかでもあかんの？や、もう普通に来週をもうやめましょう。それは、まあ、俺らは最大限その負担が少ないようになんとかすしてるるけど、から。ほんまに企画会議とかも別に俺らだけでやるし、撮影だけ来てくれたらもうそれでいいけど。あ、いや、その撮影には行きますよ。来週改名しましょう。このままだとやばいです。すっごい負担になってます。名前が？はい。雷でもないし、獣でもないし。ああ。なんか嘘つきながら生きるのってあんま嫌やなっていう。ああ、真面目やな、お前。はい、ちょっとポリシーに反するんで。真面目すぎるって、お前。そんなことかよ、いや、でかいことですよ。すぐしよう、解明。脱退より全然いい。いや、脱退はしませんよ。こんな楽しいことないねんから。でも、雷獣っていう名前やったら。絶対嫌です。じゃあ、解明しようよ。解明しよう。そんな、やめてほしくないもなんか今までトークライブとか3回ぐらいやってるけど。なんで？何これ？なんで？何が雷で何が獣なのかもわからないまま、その、で、で、ブルルルル。何やねん、それ。いや、もうで、で、ブルルル。できへんかったも恥ずかしくて、もう。雷のように近く、獣のように遠い？ブルルル。何やねん、それ。恥ずかしい、もうそんな、もう、3人組男性とかでもいいのに、もう。本当のことを言いたいから。なんかちゃんと、なんかもっと考えたい。俺、その雷獣って決める会議にいなかったから。まあそうやな。ちゃんとやっぱここで一回見直したいなっていう。確かに。前もね、なんかなんだかんだ解明するっていう動画ありましたけど、結局してない。あん時もやっぱずっと名前さえ違ければ登録者伸びるんちゃうかって言われ続けて、スルスル言うてせんくて、またあんま伸びてない。まだ言われてる、やっぱ。いまだに解明しようか。しちゃう。はい、よし、やったー。やるぞー。雷獣チャンネル解明します。したいしたいしたい。よっしゃ、したい。何がわかんねやろな。でも雷獣って、でもほんまのことじゃないとあかんねやろ。いや、まあそのほんまのこと、嘘ついたらあかんねやろ。あんまりね、いや、ほんまに完全な嘘は嫌やなっていう。わかりました。はい。トライ用によっちゃ俺らでもそれを名乗れるなっていうのなら全然。ただちょっと雷は獣はありでも雷はどう頑張っても無理か。嘘すぎる。はい。はい。まあ、嘘つかへん方がいいということで。偽雷獣。逆を取ったってことね。これやったら、嘘じゃないから。嘘じゃない。雷獣ではないですよっていう。確かに。あ、ことで。いいですね。あ、いいんや。好評、好評。雷獣じゃなければもうとにかく好評。いい、いい、いい。第一回答として。いいですね。大喜利人たち出たから。大喜利の構造を褒め出した。急に苦労となって。はい、じゃあ。腹筋ワンダーコア。素晴らしいよな。受けてますからね。音符でかすぎや。なんやねん、あれ。受けてます。はい。はい。雷獣チャンネルの解明を教えてください。非雷獣で。いや、そうやな。こうなってきますわな。はいはいはい。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 オス獣。いや、獣ではあるんかい。うん。やっぱ獣かっこいいなっていう。エロすぎやろ。成獣やん、ほぼ。オス獣。オス獣。オスの獣。はい、オス獣。なるほどね。それはええんや。嘘じゃないから。嘘じゃないからね。はい。はい。はい。チンさん。マンさんの逆。マンさんの逆。マンさんの逆。いや、いい。チンさん。いいじゃない。これマジやもん。マジマジマジ。俺らってチーンさんやから。あんまほんで、マーンさん、マンさんの方が多いよ。マーンさんはその、マンさんの発展やから。はい。はい。まあ、雷獣だとちょっと嘘になっちゃうってことな。うん。アットマーク、ファリ獣。いや、ダルビッシュ言うの、ツイッターアカウントね。
どこがほぼ来週？え、全部ダルビッシュこれ。え、ほぼ来週やね、だからダルビッシュって。そうやな。え、すごっ。ファリ中。いいやん。コメント欄と喧嘩しようや。フェニックスみたいなマークのサプリメント作る。うん、トマホークチャンネル見てるらしいからな、ダルビッシュって。え、じゃあ俺のことも知ってるかもしれない。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャンある。はいはい、ルート灘卒の二乗。ダッサ。何それ。ダッサ、恥ずかしい。これイコール灘卒になる。いや、そうやけど、そうあるけど、そダサいな。なんかダッサ、いいでしょ。薄い理系のなんかひも面白いでしょ。これどっちのつもりで書いてんねん。これ面白い。そのダサいお笑いってことやんな。これにやと思いたい。信じてるけど俺らは、うん、これ面白いですね。頼むでほんまに。これ面白い。こういうグループ名で活動したいっていうので、やっぱ、うん、前回もいいのいっぱい出たからな。お相撲中日バンテリンパンテリンスーとか。面白すぎやろ。ラグビー味の素スタジアム大大好き。お相撲ドリブルちゃんこちゃんごせんけど。はい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 、128ルート E980。 これ何になるんだっけ。え、これ何になる。これね、何になるんだったっけな。これなんかね、あれラブ出てくる。ダッサ。違う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 、これ上半分消したら I love you になる。ああ、そういうことか。あ、 I love you になるんや。そうそうそう。うわ、ダッセ。ダッサ。知らんかった、こんなんあるんや。え、知らん、うん、あんねんあんねんあんねん、これ。ツイッターでよく見えへん。ビル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 。のび太が静香ちゃんの前で、ドヤ顔で黒板の上半分消してる画像見えへん。見たことないや。ダッサ。おもろ。な。いい。いいやん。俺、I love you とか好きやからな。はい。はい。はい、それで言うたらなんですけど、うん、I love you。 めっちゃいいやん。いいいいいい、うん、視聴者のこと愛してるからな俺ら、うん、大事にするからやっぱり、うん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 、I love you とかいいな。てか英語かっこいいな。英語はいいんや。英語かっこいいな。 I love you でもだってほんまやし、うん、そうね、うん、嘘なのが気に入らへんねんな、うん、来週は。はい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 、うん、はいはい、はい、スマップ2。嘘やん。嘘やんけ。お前ふざけんなよ。めっちゃ嘘やん。何やって今までの流れ。スマップ1はもうおらんけど。1って言わんってあれ。あれがスマップやって唯一の。スマップ1はもうおらんけど、俺らが2になったるでと。いや、その、2ダサくなるってよう言われるけど、2ダサくなった史上で一番のダサくなる。俺らがスマップ2になった。スマップ2なってみたい、なりたいなっていう。スマップ2か。怒られるやろな。怒られるやろな、スマップ2やったら。めっちゃ初歩的なツッコミしだした。いや、怒られるよ絶対。スマップファン並びにファンとまではいかずとも、スマップに愛着を持ってる人みんなに、うん、勝手に2を名乗るなよって言われるやろ。いや、そうやで、ね、言ってんねんずっとそれ、うん、そうやね、そうやね。お、連続でいく。はいはい、とわくん、宝と書いてポープ。おもろ。え、ポープ。なんなんそれ。なんかついてないと前に。ポープですね。かわいらしいし。見た、今日のポープのこれも書いてんの。あ、書いてます、名前に。そうそうそう、チャンネル名見たらこう書いてる。そう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 、たまにあるけどな、チャンネル名なんかサブタイトルみたいなのあるとき、うん、そう、ポープでやるか。ポープめっちゃいいやん、ポープ。いいんや、うん、かわいらしいでしょ、なんか愛されそう、うん、見た今日のポーの動画。言いたいもんな、うん、言いたなるもんな。ポーの新作めっちゃいいよな、うん、あ、いいや、ポー今んとこ1位、うん、ポー、うん、やばい、きたきたきた、やばいやばい、あれしようや、あのやっていきまポーって。それではやっていきまポー。だっせ。すぐやめるかも、そこで。ポーか、これいいな。めっちゃハマってない、なんか、なんで。どういう意味。やりたいな。ポー、うん、はいはいはい、ジン。いやいや、それやん。うわ、それか。お前一緒やん。お前これから持ってきてたんや、ポーって。あ、それやったんや、なんか見たことあると思ったら。ポー先生。見なかったポーです。はいはい、意味。出た、意味、ジンやん。
そのスカイピースね、意味意味ね、意味ね、うん、いやこれもう嘘やって、え嘘が嫌ない、これジンを意味にするの嘘やから、うん、てか星で囲んでんのバカすぎやバカかよほんでそれをまだずっといじってんのマジで、今インターネットでお前だけの可能性あるもうそのスカイピースが出てきたての時にみんないじり終わってんのに、知ったの遅いからスカイピースをはいはい、まあ、可愛くということで GSKP って書いて、うん、グースカピーいやいいいいいい、めっちゃ可愛いやん、可愛いよ、可愛い、もう嘘はついてないし、寝るの好き、好きやし、うん、みんな好きやし、めっちゃ可愛いやん、うん、いいな、やっぱ今俺ら賢いキャラがない先行しちゃってやっぱ、うん、あ確かに、はいはいはい、とっつきづらいから可愛げ出していく、そうそう、名前だけでも、でも由来がないと思えられへんな、確かに、なんか可愛いやつとしか覚えられへんかもな、うん、文字列では覚えられへんもんな、ランダムな4文字、 DYGL と書いてデイグローね、で、あ、そう同じ、うん、DYGL と書いてデイグローと同じ、うん、バンドね、うん、はいはい、ちょっとまあアルファベット系グースカ P デイグロ系になっちゃうんですけど、 BKB と書いて、おブリカンパチブリいや BKB と書いたらあかんよそっか、うん、かぶってんのか、いいですよ、でもいい、うん、あいいんや、いや親しみやすいし、でも嘘やで、まあまあ最悪ええわはい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 、はい、かわいらしいこれ冬にゃー絶対見たくない冬にゃあるけど、そのピンクのハート2つが2個の絵文字ね、2個のやつあるけど、冬にゃーのとは嘘やんそれも嘘やん、ええ、トライオによっちゃその俺たちもふにゃ、いやそのふにゃまでわかるけど、ふゆにゃってキモい、キモキモい隠し味ふにゃですね、昨日のさふにゃの動画見た、ふにゃらのみんな、うわーふにゃらのみんな今日も動画見てくれてありがとう、ふにゃふにゃやっていきましょうあれシュー今日は何、うん、あれにゃん今日は何にゃドットの平泉聖です、平泉聖です平泉聖です、耐え難きを耐え忍び難きを、小泉はやん小泉はおもろ、アイハブアドリームキング泉牧師やこれ楽しい解明関係ない楽しいゲーム思いついちゃった平泉聖です、ダンカンバカ野郎ビート泉たけしやな、わかるよ、あ面白いな、実に面白い、ガリ泉レオだ、ガリ泉レオか杉下泉右京とな悩む平泉聖です、平泉の平に、平泉の泉に、平泉聖の聖で、平泉聖です、え、なに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 、誰の何、これあの小泉泉進次郎すごっ、あ面白いな、進次郎公文やったんや、スライスして揚げても美味しいしカレーに入れても美味しい、北海道でよく取れるよ、玉泉ネギ、あーごめん、ジャガ泉芋ごめん、ヒントの出し方悪かった、ポテトチップス、どっちでもありやな、オニオンも揚げれるし、うん、スライスして、それ、うん、どっち泉やどっち泉かわからんかった、どっち泉かわからん、おしゃれイズムで藤木直人と話すの楽しいな、あれ森泉おー正解そうやな、よし嬉しいなそんなん思ってないやろ森泉なんでバカやねん感想楽しんでそうやから、でもまあまあまあ確かにそうやなどこで盛り上がってて解明しようや、解明しよう、解明しよう、はい、はい、平泉聖です、ライブのチャンネルはね今いい子3人が集まってて高学歴っていうので悪さが足りないと思うんだよね、だからちょっと危険な香りのするような名前ということで、うん、考えてきました、カオスデビルドラゴン平泉聖でした、どう、うん、平泉さんが授けてくれたけどありがとうございます、嘘すぎや嘘すぎ
カオスデビルドラゴン。雷獣より伸びひんよ。カオスデビルドラゴン。確かに。確かに、雷獣と比較して、雷獣よりいいもん出さないと。いや、そうやね。雷獣より確実に悪いもんな。カオスデビルドラゴンなんて。カオスデビルドラゴン。うん。ダメ泉。ダメ泉やった、今。うん。はい。はい。この前、入院したんだけどね。その時にね、看護師のお姉ちゃんのお尻をいっぱい触って、気持ちよかったんだよね。看護師のお尻。何思いっきり思考を変えまして、グライシンガーのサークルチェンジチャンネル。おい、いい、よくないわ。いや、川上健信のカットボールチャンネルやろ。誰が見たい。川上健信やからカットボールチャンネルで見んねん。誰が見んねん、グライシンガーのサークルチェンジチャンネル。何の企画すんねん。もう帰ってるやろ、向こうに。でもクロマティとかやってるからね。やってんな、クロマティ。ああ、やってるやってる。2万人ぐらいやんな。うん、見てられへん、なんか。喋れてないから。外国人すぎやねん。トゥーリオでギリやねん。ゲストで大貞治来てた。え、ほんまに。クロマティ、えぐ、クロマティチャンネル、うん、で2万人、うん、え、大貞治呼べたら絶対もっとバズれるのにな。うん、俺らも大貞治呼ぶ。うん、野球の未来改革しよう。もっと弾道を上げた方がいいとか言おうや。大貞治呼んで野球を改革しよう。今の野球選手は日本野球を改革しよう。フライボール改革って名付けよう。フライボール改革、革命があるからもう。はいはい。ちょっとその意味に縛られるのをやめました。よもびやめの日。よもそそば。うわ、もうその50音で、はい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 、ゼロからこれの後これ続いたら面白いっていうので作った。よもびやめの日、よもそそば、うん、おもころチャンネルやん。何がね、おもころチャンネルの1文字ずつ書いて俳句を作ろうやん。あ、やってんな、うん、あ、こんなんなるんや、うん、あの企画って最終的にこういうのも1回生まれるね。1個生まれるね。よもびやねの日、よもそそば。でもくしくもそばとかね。いや、お前の裁量やろ。姉とか、そのなんかちょっと意味あんねんな、うん、難しいな、意味から逃れるのって。そう、確かに。よも、よも、うん、そう、よもが2回出てきてんねん。解釈が、解釈生まれちゃってるね、うん、解釈が無限大。でもたくさんの解釈ができるようなチャンネルになっていきたいな。うん、そうよ、そういう意味を込めて、うん、よもびやねの木、よもそそば。覚えれるか。確かに、もう打たれへん最初。ほんまや、ほんまや。ヨーの後わからんもん、もうバカだれ。急に突っ込んでくる。はいはい。ジェロ。演歌外国人、あのジェロですね。海行きの。そうや、それや、革命懐かしい、それや、海行きのジェロ。あなた追って出雲崎の悲しみの日本海の愛を見失い岸壁の上じゃない。ジェロやん、ほんま。絶対海行きの方がいいやん。まるで海、どんだけ歌うねん。覚えすぎやろ、ジェロ。え、なんでジェロ。ジェロめっちゃいい名前よ、冷静に考えたら。確かにジェロっていうな。ジェロ、こんな短いのに他で聞いたことない。ジェロって、ゼロとかチェロとかはあるけど、お前な、ジェロはない。かっこいい、ヒゲ生えてて、それかっこいいな。帽子かぶってて、帽子斜めにかぶって、うん、ラッパーみたいな見た目して演歌歌う。はいはいはい、ギャム。何ジェロからのないやつ。ギャム聞いたことないな、確かに。ジャムとか、うん、ギャグとかもあるけど、うん、ギャムはない。ギャム。それいいな。俺もあるあるある。外国人みたい。俺もあります。はいはい。ニョス。弱そう。ニョス。弱そう。ニョスです。ニョスか。冬に言うやん、ほぼ。はい。はい。病夫。うん、ないな。ない。ジョブとか、ジャムとか、うん、ジョブ、うん、ジョブズ、うん、屏風もあるけど、うん、屏風は。はい、はい、
ジェロ。なんでうわなんで逃れられへんかったジェロから。いやなんかジェロって運命感じてるやん。だってジェロにええなゼロとかな。いやいや同じ説明あるけどあるけどじゃないのよ。ジェロとかはあるけどじゃないのよ。ジェロは聞いたことない。はいはい、パジェロ。わおいジェロやんけおいジェロやないかフレンドパークやな。ジェログルマ、フレンドパークグルマ。フレンドパークってパジェロやったっけ、うん、ジェロじゃなかったっけジェロじゃなかった。ジェロじゃない。パージェロ。パージェロか。タワシ選ぶけど。ジェロかタワシやったらタワシ選ぶわ。いや、それかわいそうや。ジェロも結構タワシとして使えるぞ。ジェロ洗濯機回しといてって言ったら、タワシよりもええもんな。ジェロごめんって。皿洗っといてと。うん。うわ最後の一文字。最後の一文字で迷ってる？そんなある？きか。あれもしかしていいかも。はいはい、ルーヌルルヌチュスムキ。やったってさっき。なんで戻ってきた。同じようなやつ。そばみたいなやつ。ルーヌルルヌチュスムキヌチュスムキ面白いな。ちょっとなんか全体的にエロすぎやしないかい。ルーヌルルヌチョスボキじゃ下ネタやもんなほぼ。ヌチョってしてるし勃起してるし最後ルーヌルル、まあ、ディテールまでこだわりましたね結構何を偉そうに言うとアーティストずらすんな。ルーヌルルヌチョスボキヌチョスボキルーヌチョルーヌチョでやっていきたい。ルーヌチョルーヌチョ何をまるで囲んどんねはいはいはい恋空。いや人気出るよな。原点回帰、うん、漢字二文字で、うん、いや原点回帰俺たちを表すようなはい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 。あんねんあんねんあんねん恋空流行って恋空ってこれがいいな。これがいいな。人気出そうやけどこれになりたい。いやそのイケメンさんやったらいけた恋空でもいけるな。無理や無理今の俺らでは無理や。いいなソリッドですね。恋空ソリッドやな、うん、恋空みたいなのがいいわやっぱり。そうね。はいはい、夢愛高校生ポエムやん。どっちも好きやから、うんうん、それぐらいのキャッチーさが必要よ、うん、来週じゃ分からんからどういうこと目指してんのかっていう、うんうん、スカイピースやもん。うわ確かにほんまにほぼそうやな。スカイピースってすごいな。だって、うん、空平和やもんな、うんうんうんほぼ恋空やなほんまに、うん、いいの思いついたぞ皆さん。はいはい、ワラオスワラオスえよくないですか。ワラカスオスやな、うん、ワラオス笑いの好きオス。あいいや、うん、エネオスみたいななんか呼びやすいし外来語みたいやな。ワラオス、うん、あんまり性別押し出したくないけど。いや気持ち悪いけどこの時代に。ワラオスです。ワラオス全員マッチョなんやったらわかるけど、なんか、うん、ボディービルダーの男3人とかやったらわかるけど、うん、ワロス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 って呼ばれるやろな。来週より上ですかほんまに。ワラオスはあでもほんまやからなあ出たそれ一点張りや。リアルやからなワラオスって。はいはいはい、朝窓。なんなんそれ。光が差し込むような。ああ爽やかなチャンネルになるように、うん、爽やかな明るいチャンネルになりますように。あ急にいいの朝窓いいよ急にセンスなんかいいですか、うん、素晴らしいけどね。いいの朝窓。あそういうの俺も出そう。はいはい、肉棒何これなんで立てない。いやチンチンみたいに肉棒って書くな。おいすごっ、ありがとうで愛って書くみたいにすごい肉棒でチンチンにするな。うわすごなんか楽しかったこれ書いてるときエルロなんか出てますせ、ね、でっかくなっていきたいっていうアンさん気持ちよく。お前だけはでっかいの。よしこれで今日もチンチンでかいキャラ守れたぞ。アンさんこれ祈祷がでかすぎちゃうかな陰茎の細さに比べてで裏から見てんのも嫌やわそれなここにな裏から見てんの嫌やな。女性目線。
調停がどっちにおるかにもよるやろ。ほんまにそうや。はいはい、牛串。かわいい、なんやねん、かいらしい。え、すごっ、編み出したんですか今。え、ある、こんなん。ない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 、すごっ。今考えた、牛串って牛串みたいな形してんなって。うん、アホや、肉棒やん基本で。そうやね、牛串。めっちゃそうやね。わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょいって聞こえるぜ。ほんまに、どっかで祭りやってんのか。てか楽しい撮影やな、この撮影。何もせなあかんことない、うん、受ければいいだけ、ルールも何もない。え、そのわっしょいのやつ、いつでんの。早出してくれへんかな。わあ、あれ一回消してる。ちょっとフォント間違えた。フォント、こいつフォントを活用するからな。フォントとかないねん。こうか。何が、どういう作り方してんのマジ。アーティストやん。こうなるか。はいはい、わっしょい三商人。弱弱。お前なんなんやねん。これかな。なんでお前笑うにこだわってんねん。あとわね、それなんやねん。和やかに仲良くみたいな。うん、うん、ああ、ダサい。三商人聞いたことない。ほんまにジジイなんちゃうお前。これかな、ジジイやんマジで。三商人、オリジナルの日本語を作るのマジジジイだけやねん。難しい、わっしょいは使いたくて、どうしてもいいやん、なんか、まあ、いいなんかいいやん、わとか、うん、わっしょい、やっぱ三商人。なんやねん三商人、関西やからみたいな、うん、なんか笑いとか使いたいし、弱いテンション上がるグループになりたいな。なるほどな。はいはい、ジェロ。いや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 、ジェロ。いや、あ、いいの。いい、うん、ゼロはあるし、お前チェロもあんのにジェロはないからな。ないわ、確かに、あいつでしか聞いたことないから、海行きの。いやいやいや、そのほんまに初回来週になった時のペースでジェロ出してますやん。来週って5回ぐらい出してた時と、うん、同じペースでジェロ出してますやん。いや、なんか離れられへん、ジェロから。やばいやばい、絶対嫌や、ジェロに出しちゃう、このままやと。はい、はい、まあ、やっぱ YouTuber ってそのみんながやりたいけどやれないようなことを代わりにやってあげるみたいなところが魅力的だと思うんで、はい、総合面白代理店。ダッサダッサ。どうですか、わっしょい三商人やん。これはもう総合面白代理店。びっくりした、もうない、ダメ、いや、いい、いいかも。まあ、実質僕らそうかも、うん、嘘ではないからな、うん、総合面白代理店にはなりたいし、うん、そのなりたいやろ、うん、それぞれやってるしな、みんながやりたいけどやれてない面白をやっていきたいやんか、うんうん、別にほんまに YouTube だけにこだわろうとも思ってない、そんなに、うん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 、それぞれが自分のやりたいことをやっていくっていう。じゃあもうその今のが会社になった時に、そうそう、そのままで、総合面白代理店、うんうん、株式会社、うん、ソフトテニスも扱ってますって。うわ、うん、最高だ、めっちゃいい、まあ、ソフトテニスはちょっとでも思んないから省くか。うん、総合面白代理店か、うんうん、発注したないな。でも中抜きはしてなさそうやな、一生懸命はやってくれそう、やってくれそう、総合面白代理店が考えたんかな、わっしょい三商人。中のそうかもな、総合面白代理店に発注したらわっしょい三商人が出てきそう、うん、どうする、電通よりでかくなったら総合面白案件とか言われるかもしれない。うわ、はいはい、ジェロ。いや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 、だから来週、来週のペース、ゼロはあるしジェロもある、せめてなんか挟めよお前。ジェロ、総合面白代理店、ジェロじゃないのよ。消してもなくない。うわ、ほんまや、使い回してる。おい、すげえ、ふざけんなよ。何が SDGs じゃん。ボケ出す。はいはいはい、幸せ王国と書いて、え、ハッピーキングダム。あ、面白いな、うん、どんな形であれ皆さんを幸せにしますよというハッピーキングダム、うん、王国なん。いいでしょ、ハピキン、ハピキンの国民のみんなはさ、
あーいいやん、めっちゃそれはいいな。あーそれはいいな。国民のみんなはどう、うん、なんかあれやわ、解明ボケの王道を行くボケって感じがして素晴らしいな。好きです。なんかこの時間帯にこういうのが出てくる感じ、うん、好きです。ハッピーキングダムですね。笑いとか幸せにこだわるっていうのは続いてんねんこいつとなんか、うん、そこだけなんかボケとかじゃない気がして怖い。なんかそうやな、やめてほしい。なんでほんまにちょっとそういう気持ちがあるんやとしたら、次夢で行く、次夢で行くかじゃないね。なんで言うん、じいさんな。あれあっこれあるわ。あっぷね、あっぷね、お前エサーみちょびせよ。途中まで無線あるわあるわ。危ない危ない危ない。なんて読ますつもりやったん。いやいや、その夢になんか精一杯のなんかでそのあぶね、ほんまにあるのやっちゃった。いやほんまにあるとかでもないし、ドリーム、いやドリームやねんやろうけど、無精はドリームスペルマやけど。スペルマ、いやスペルマに可能性感じんのちょっと。スペルマじゃないスペルマ。なるほどコーポレーション。お前総合面白代理店やっけ。なんか支部作ってる。ずっと興味深い面白を追求します。インタレスティングな、はい、なるほどコーポレーション。マジで同じレベルでダサい。ずっとクイズノックみたいなことなんやろな。なんかやりたいことは、いやそう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 、うん、なるほどを解決していくみたいな、うん、なるこ、なるこダサい。略してもダサい、元がダサいから、うん、いいないいなじゃない。よくないって。いいですね、おのおのがおのおのの道を行き始めてる。はいはい、ジェロ。まっすぐな目でみんな、セロとか、変えてきた変えてきた。そこ。はいはい、その毎日投稿を目標にするチャンネル、今日も明日も、うん、明後日はちょっと。なんやねんそれを。なんやねん、なんやねん、なあ、なあ、にょよわきな、長いし、明後日はちょっとですね。昭和のお笑い、なんでそのさっきはさ、びっくりマークさ、こうやって書いてたのにさ、うん、使い分けんの。いやいや全然違うから。あ、もう大事なテイストが、うん、テイストが全然違う。お前アーティストやん。全然違うから、びっくり一個持ってもさっきと同じびっくりでいいんちゃうかな。別に中身一緒やん、この子は。同じ薄さやん全部、うん、全部同じお笑い。バッショイ三商人やんずっと。お前俺のジェロと一緒って、これ別にジェロやって。こんな違う違う違う、そうじゃない。あれ、おお、鈴木雅之、久保田利伸もできる。じゃあ一回やってみて。回れ回れメリーゴーラン。鈴木雅之は違う違う、そうじゃ。久保田利伸は回れ回れ、違う違う、久保田回れ回れメリーゴーラン。ジェロって書いて見せてくんな。いや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 、もう出してるって、もうもう出してる。いややわ。ちょいって、おい、ええって、ええって、ジェロって腕に書くな。おい、他人のボードにジェロって書くな。いや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 、ジェロって書けるなんじゃないのよ。絶対書くなよ。金ジェロマンやんけ。おらんて、おらんて、そんな江口。あれすごい意味やん。えぐち、スカイピースだってさ、ジェロ。やった、勝った。ジェロ。いやだから何とも出すな、ジェロで。ジェロ2。ジェロ2や、ジェロ。お前だけブレへんな。ジェロって書いてる。いい店。やった、やばいやばい、嬉しい。総合タレント事務所ジェロ、あれジェロのマネジメントしてる感じで。総合じゃないよ、演歌のみや。ジェロをマネジメントしてる会社がジェロなことってあんの。ジャロ。ついにジャルとか。あるけどジェロはない、ジャロがない。ジェロはある。ジェロはある。はいはい、ライジェロ。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。
絶対そっちの方がいいや。ライジューよりな。うん。ライジェロ。ライジェロちゃん。ライジェロチャンネル。あ、決まった決まった決まった。雷いいな。うん、雷やっぱいいね。ジェロに何一個足すってなったら、うん、雷やわ。ライジェロか。ライジェロ決定。我々ライジェロチャンネルはこの動画よりライジェロとして活動することに決定しました。ジェロ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 。決まった。ジェロね。ジェロ、うん、ジェロ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 、うん、どうジェロか。トワジェロはどうジェロか。トワジェロ